そのぶつかり合いです。水曜日のナイトゲームです。左エンド山形、右エンド栃木ということになります。明治安田生命 J2 リーグ第9節、栃木 SC 対モンテディオ山形の試合が始まりました。早い時間から出ていました。72分出場していました。かわす山田、前オフサイドない、根本チャンスになるか、シュート、切り返すシュートだ、栃木先制、根本お待たせしました、今シーズン初ゴール。まあ、そうですよね、一つかわしながら、まあ、しっかりためましたし、まあ、そこでしっかりこう、はい、ラインの裏ですよね、まあ、そこに抜け出して、まあ、しっかりエリア内で切り返して落ち着いてね、まあ、山田選手からのラストパスではありましたけど、まあ、相手の攻撃でこうしっかり切り返して、まあ、右足を落ち着いて決めましたよね。角度を作りながらね、左でフットを見せかけて切り返した、手前に南選手もいますから。選手が中央に密集していますが、前飛び込んでくる、中央打てるか、強烈なシュート、ハンドがあったんではないかとアピールしていますが、デラトーレ強烈でしたね。今ここですけどね、この後ですけどね、最後はむしろ福森から攻撃を作るというのは多かった前半でしたが、福森強い強い、もう1回2試合に出ます。前節の山口戦も後半はね、福森選手が前に出る回数多かったですから、はい、これ出てきます福森、そして中央へ、オフサイドない、2点目、根本に得点、一瞬の隙でした。まあ、下がスリッピーですから、まあ、この低いクロスですよね、まあ、キーパーとディフェンスの間、まあ、根本選手もそこは感じてましたから、いやこれは素晴らしいクロス。前の試合で今シーズン初出場で8分出場しました。平松選手そのまま真ん中にいますもんね。ですよね。人数を変えるシュート、田中山形1点返しました。後半の28分、田中今シーズン初ゴール、ミドルシュートでした。まあ人はいましたけどね、しっかり振り抜きます。伊坂全員クリア、試合終了、2対1、栃木 SC 逃げ切りました。今シーズン2勝目。